亀井主雄は平安時代末期から鎌倉時代初期の武士、源義経の老頭。穂住姓、藤代鈴木氏の一族、または佐々木氏の一族で兄に鈴木茂家がいた。弓の名手と伝わる。東鏡文治5年5月7日上に兄、頼朝の怒りを買った義経が威信のない証として鎌倉へ起承文を送った使者として、 亀井六郎の名が見られる。この気象文は、義経が、それまで勝手な振る舞いをしてきて、今になって、頼朝の怒りを聞いて初めてこのような使者を送ってきた、ものとして許されず、帰って頼朝の怒りを深める原因になった。源平清水期では、一の谷の戦いで義経の老党、亀井六郎へ清しとして登場する。義経記では、義経最後の衣川の戦いで、 鈴木三郎茂家の弟亀井六郎、少年二十三と名乗り、奮戦した後、兄と共に自害した。弓の名人であったという。重臣の兄とされる茂家は、原平清水期にも、義経郎党として、長見られる。また、俗風土器の、藤白浦九花、知事、鈴木三郎によると重臣は、佐々木秀吉の六男で、義経の命で、 鈴木茂家と義兄弟のちぎりを交わしたとされる。鈴木は木の国熊の三党の一つで海南市藤代に鈴木屋敷と伝えられるところがある。ありがとうございます。